例えばですね、どっか観光地にお出かけに行って裏道が混んでるよなんていうこともわかるわけです。はい、スピードの取り締まりを検知する専用の機械を車につけてる人も結構いたんですけれども、ヤフーカーナビがあればもうこれ1本で済んじゃうと。こんにちは、戸田悟です。ちょうど1年ほど前にヤフーカーナビの動画をアップさせていただきまして、非常にたくさん見ていただきました。ありがとうございました。今回はですね、プラスする形で最近登場したり、前回の動画でお話ししていなかった優れた機能を紹介していきます。名付けて神機能、ご覧ください。はい、ヤフーカーナビのですね、神機能、ちょっと大げさですね、便利な機能を中心に紹介していきたいと思います。画面は Android スマートフォンですが、 iPhone でもほぼ同じように操作できるはずですので、試してみてください。はい、でですね、基本的な今回はルート探索はできるよという方に向けてですね、便利な機能を中心に紹介します。また、基本機能については別途以前にアップした動画がですね、ほぼ最新版と同じように使えますので、そちらをご覧いただければと思います。で、まずですね、これ目的地、行き場所ですねの検索なんですが、例えば東京スカイツリー駅にこうやって行くよっていう場合は、ここで検索窓に押して、これルートでもうこう検索ができるわけです。で、これで、どうやって行くかというルートを、高速優先とか一般優先と選べばいいわけで、高速優先にするとですね、こちらでですね、道路料金まで分かる、道路料金、通行料ですね、高速の料金まで分かるという便利なんですが、じゃあここで例えば中継地点を追加したいといった場合どうするかというとですね、この上にですね、プラスがありますから、これを押すとですね、中継地点を経由地ですね、追加したり、現在地を変えることもできます。例えば現在地を、大田橋、どこでもいいんですが、大田橋駅に変更して、出発地点に変更して、こうすると、ちょっとニコニコレンタカーとかなってますが、東京スカイツリーですね、これ。これで、大田橋から東京スカイツリーまでの検索ができました。このように1回検索して、この上の吹き出しみたいなボタンを押すか、もしくは最初にですね、こちらでルート設定を押して、ここから設定していけば、好きな位置の現在地を好きな場所にして検索ができるわけです。で、これ何がいいかというとですね、例えば家にいる状態で会社から出先、出張先までのルートを調べるといったような、つまり現在地以外の場所からのルートの検索ができるというのが便利なわけです。さて、基本的ですが、便利な機能をいくつか紹介したいんですが、ちょっとこの辺をアップにしてみましょうか。地図をアップしました。で、ここでですね、上に交通情報7時半とかってあります。これオフにすると交通情報が表示になって、オンにすると表示されるので、ぜひオンにすることをお勧めします。で、こちらのですね、交通情報、これ点々で表示されてるの、これプローブといってですね、ヤフーカーナビにしかない機能で、ヤフーカーナビを使って走った方の交通情報が表示されてるわけです。ですから、ここにオレンジ色の点々とグリーンの点々がありますが、これ裏道で普通の交通情報にはないところですね。で、こっちは多摩川通りですから普通の交通情報にある部分でも、この点々は普通の交通情報では取れない部分というところで、これを利用するとですね、普通の方では取れない裏道まで交通情報分かりますから、例えばですね、どっか観光地にお出かけに行って裏道が混んでるよなんていうことも分かるわけです。ではですね、ここで例えば、どこでもいいんですが、どこかに行くとしましょう。で、ルート案内をします。で、これでナビを開始しますと、こういう画面になるわけですけれども、ちょっとなんとなく見づらいよという場合にはですね、これ 3D 表示にしてあげると遠くまで見渡せるんですね。どうやっていけばいいかって、道の遠くが見渡せるので、2D 表示と 3D 表示をこう使い分けることによって、非常に便利に見られるかなと。これ車の車載ナビにもある機能ですけれども、これはぜひ使っていただければと思います。さて、ちょっとした検索の技を紹介したいんですけれども、まずですね、例えば横浜駅で検索したとします。と、当然横浜駅が出てきますが、下にいくつか候補も出てきましたけれども、なぜか横浜駅よりもですね、タイムズとかファミリーマートいろんな出てくるんですけれども、一回検索したとしましょう。で、次にしばらく経ってまた検索するときにこうタップするとですね、履歴が出るんですね。で、履歴をこうタップすればまた同じように横浜駅出るんですけれども、そうではなくて、この履歴のですね、右側にある矢印をタップするんですね。すると、横浜駅という名前がつく諸々が出てくるんですよ。例えばこう歯医者さんも出てきたりしますが、横浜駅の出入り口とかいろいろなものが出てきますね。で、バスの営業所とかもいろいろ出てくるんですが、例えばじゃあこれをですね、スカイツリーで検索すれば空町とかいろいろなものが出てくるわけです。つまり、横浜駅で気に入ったものが出てこないとか、例えばスカイツリーの
そばにあるキルフェボンっていう、これ、まあ、お店ですけれども、あのケーキ屋さんですね、行きたい場合、まあ、これはスカイツリーの中に入ってるわけですけれども、でも例えば人にスカイツリーのそばにあるキルフェボン行ったよって聞いた時に、スカイツリーキルフェボンって入力するのめんどくさいじゃないですか。でその場合はもうここにスカイツリーと入れてあげて、で履歴から矢印を押すと、まあ、出てくる可能性が結構あるというところで、これはですね便利で、またここまでですねこうやってできるんですよ。要するに関連検索的にどん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 ここから検索していけるので便利かな。この矢印が結構便利かなというふうに思います。さてこの機能はですねぜひ使っていただきたいんですけれども、こちらの設定をですね開きます。左上がこれ設定なんですね。これですね、はい、タップします。でこちらにですね、アプリの設定っていうのがありますから、これをタップしてください。するとこちらにですねスピード案内注意っていうのがあるんですね。これ今オフになっていますが、例えばですね今何も表示されていませんが、スピード案内注意をですね、はい、設定からスピード案内注意をオンにします。はい。するとですね、はい、ここにですね、はい、ちょっとカメラのような幕、ちょっとちっちゃくて恐縮なんですが、表示されました。で、これ何かっていうと、いわゆるオービスとか、いわゆるネズミ捕り等々ですね、スピードに関する取り締まりの情報がこう出てきますので、その手前に行くとですね、スピード注意、スピード注意っていうふうに、音声でも知らせてくれるんですよ。なので、もちろんこれ、安全運転のためにぜひ使っていただきたい機能なんですが、当然、捕まりたくない方もですね、使っていただけると便利かなと。昔はですね、こういった、まあ昔はっていうか今もあると思うんですが、こういったですね、スピードの取り締まりを検知する専用の機械を車につけてる人も結構いたんですけれども、ヤフーカーナビがあればもうこれ1本で済んじゃうと。もちろん、これは設置されているオービスとか等々なので、移動式のやつがですね、今日急に設置されたからってそれが出るわけで、要するに電波を検知して音を鳴らしてるわけではないので、注意していただきたいんですけれども、まあ完璧ではないんですけども、もちろん無料ですから、ぜひですね、このある機能は使っていただきたいなと、便利なので思います。さて、お出かけの前にですね、家で、もしくは会社で、混雑状況を調べるのに便利なのが、この左下にある交通情報なんですよ。で、これをタップするとですね、このように首都高速とか、様々な高速道路の渋滞情報が分かりますから、特に休みの日に出かける場合はですね、あ、混んでるな、なんていうのが分かりますので、まあ、早く出ようとか、逆にもうちょっと時間ずらすかということが調べられます。ということで、これはですね、まあ、ちょっとタップすればすぐ出てきますので、ルート検索をする前に、まあ、チェックしていただけるとよろしいかなというふうに、便利かなというふうに思います。はい。はい。これ以前の動画でも紹介しましたが、非常に便利なのはこの駐車位置という機能で、こじつを使うとですね、車を止めた場所がですね、登録できるわけですね。で、この駐車位置機能なんですけれども、こちらをタップすることによって、あ、こちらな。タップすることによって、位置の調整も可能です。地図上の位置がうまく合ってない場合はこう拡大してあげてですね、バッチリ止めた後に、まあ、どこでもいいんですけれども、この位置に指定するよということにすると、そこに駐車したことになります。で、例えば、裏道とかですね、GPS がうまく取れてないとか、それからショッピングモールとか、あとはディズニーランドみたいな巨大な駐車場なんかでは、これを使ってですね、駐車位置をバッチリ指定しておくと便利ですよね。で、まあ写真を撮って、これ以前も紹介しましたが、写真を撮って自分の車がどこにあるか、例えば駐車場のナンバーなんかを入れておくこともできますし、それから駐車位置を押すというのをですね、これをタップすると、このように現在位置から駐車位置までの歩くルート案内ですね、をしてくれます。はい。で、もう一個見逃せないのがこれ時間なんですよ。特にこれ便利なのはコインパーキングですよね。時間過ぎると駐車禁止になっちゃうっていうことで、ここはですね、ぜひ使っていただければというふうに思います。さて、最近ちょっと問題になってるのが煽り運転ですよね。で、自分が煽り運転の被害者にならないためには、自分自身もですね、注意して運転する必要が、人にですね、嫌な思いをさせないですね。違反をするしないではなくて、不快な思いをさせない運転をした方がいいということもあって、ちょっとおすすめなのがこちら、ドライブ記録という機能なんですが、これですね、利用していると、どれぐらいのこうスコアかによってですね、どんな運転してたかなというのがこれわかるんですよ。はい。これが僕の以前の運転なんですけれども、まあ、ちょっとしかこの時はテストで運転してますので出てませんけれども、例えば安定性が悪いとかいいとか、加速がどうだとかいうのがこれでスコアで見られますので、で、まあ、バッジをこう、登録してですね、どれぐらい安全運転できてますかっていうのが確認できるので、便利かなというふうに思います。というよりは、これは何もただオンにしておけば、後で見られることが、見ることができますから、まあですね、ぜひ
自分で運転した時にはこれをですね、まあ、見ていただいて自分がどんな運転してるかというのをチェックしていただけると便利かなというふうに思います。はい、ドライブの記録をしたい時にはですね、こちらの設定ですね、アプリの設定から一番下の方にですね、これドライブを記録というのがありますから、これをオンにしておくとドライブの記録が全部表示されます。はい、ではですね、ちょっと登録の方法も紹介しておきましょう。どこでもいいんですが、このように、まあ、ルートを決めてルートを選ぶと、こうルートが探索できます。はい、でこれでスカイツリーまでのルートが探索できましたが、そうだなということで、例えばじゃあちょっと途中で経由地でじゃあ渋谷に寄ろうかと、渋谷に寄って、渋谷駅ですねに寄ってスカイツリーに行こうかと。まあこれ例えば実家に寄ってからスーパーに行くとかって、あのショッピングモールに行くとかっていうですね、ルートもこれで設定できるわけですけれども、これいちいちまた設定するのめんどくさいですよね。でこれどうすればいいかっていうと、こちらのですね共有マークをタップしてマイルートに登録するんですね。でこれではい、でこれでルート登録ができます、確定。はい、でこれでこちらのですね中にあるマイルートから今のルートが呼び出すことができるわけです。はい、何度でも呼び出すことができます。ですのでこれは結構登録しておくと便利かなというふうに思います。さて定番の機能なんですが、この検索ボックスですね、タップするとここにジャンルが出てきて、例えば近くのですね駐車場ですね調べて、まあ近くじゃなくてもちろん行き先でもいいんですけれども、その料金をこうチェックできると。これまあ以前も紹介した定番の機能なんですが、この機能の中にですねちょっと便利なのがあるので紹介したいんですけれども、はい、ちょっと戻します。はい、でこちらをタップすると出てきますが、この中のジャンルの中にですね、実は下の方に JAF 会員優待っていうのがあるんですよ。これ車乗ってる方、 JAF 入ってる方多いと思うので、これをタップするとですね、 JAF で割引になるかどうかがすぐ分かるわけですよね。で例えば遊園地に行ったと、もちろん温泉とかでもいいんですけれども、遊園地やテーマパークに行ったという時にはですね、近くのテーマパークが割引になるかどうかはこれ全部わかりますから、あの距離別に近くから出てきますので、で、あこれ割引になるなというところでですねチェックして、 JAF のカードを見せると入場料等々割引になるので、これはですね事前にチェックしておかないと、入り口つまりチケット買うところでですね慌てて JAF の会員証を見せるっていうと慌てて戸惑ってしまって時間かかっちゃうんですよね。で、JAF の会員証も最近はスマホ上で表示したりしますので、パッと出せないこともあるので、まあ、これはですね、割引になりますから、ぜひチェックしておくことをお勧めします。で、ガソリンスタンドなんかでもですね、こういうふうにですね、結構あるんですよね。はい。はい、JAF 会員優待の中のガソリンスタンドっていうのも結構あるんですよ。でこういったのも便利に使えるので、まあいろいろと調べていただいてお得に過ごしていただくためにも、ヤフーカーナビはかなり役立つかなと、実はお金の節約にもなるんだよということが分かると思います。ヤフーカーナビの神機能ご紹介いたしました。以前からアップしている動画もリンク貼っておきますので、合わせてご覧ください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。